皆さん、こんにちは。爆発サザエです。ライトトラップ用に新しく水銀灯と安定器を仕入れました。今、朝の5時なんですけども、決戦をしようかなと思っております。安定器は東芝ライテックの 3HT1019HWA という形です。明かりセンターっていうところがですね、ネット販売では結構いろんなものを網羅してるんですけども、残念ながらこちらの方では生産中止ということで販売しておりませんでした。定価は3800円、結構するもんです。20年前以上に作った安定器なんですけど、作ったって言い方はあれですけどね、本来移動して使うもんではないんで、水銀灯の電柱にくっついてるやつですね。これを運びやすいように、私はこのようにボックスに入れて使ってます。で、ともかく最終用に売られてるもんではないんで、自分でこう決戦してやる必要があるんですね。そうなんで、新しくもう1台300ワットを使いたいということで、同じ形のケースを探したんですけども、これアイリスオーヤマのやつなんですが、もう生産されてなくてですね、似たようなというか、大きさは同じなんですけども、色が違うのと、あとバックルが違うんですね。こっちはプラスチックで、こっちは金属なんですけども、まあ、しょうがないんで、これに入れたいかなというふうに思います。この形が気に入っているのはですね、浅いんですよ。ですから2段に積んでも邪魔にならない。普段やはりしまっとくときにですね、結構邪魔なんですよ。なるべく小さく収めたいということで、中にケーブルを入れる都合上ですね、この隙間が空いてないとなんないんで、それでこの大きさになっています。そして私はですね、ケーブルの方はこういう市販の防水用のですね、電源延長コードを入れて、これだとこの加工が少ないのと、あと防水がしっかりしてるということで、これを使っています。これは Amazon で1000円ちょっとぐらいでしたね、5メーター。それと固定用にネジですね。ネジとワッシャーを購入しています。安定器の方は、こちらは岩崎じゃなくて東芝ライテックですね。強力率用です。重さかなりあるんですね。これで6キロあります。片手で持つにはちょっと、このまんま持つには結構辛い形状と重さです。この寸分たがわず一緒ですね、東芝と岩崎。 OEM なんじゃないですかね、やっとすると。このネジ細すぎる感はあるんですけども、
実際にはこれ横方向のブレを止めてるだけなんで、これでいいやと思っております。私は電工ナイフが嫌いなんでカッターを使っています。皮膚を剥いたら電線をねじっておきます。オスメス両方配線作れました。圧着端子で止めます。血栓はとてもシンプルです。これで血栓ができました。引っ張った時に接続部分に力がかかりすぎないようにテープでぐるぐる巻いておきます。やらなきゃなんない作業がですね、配線を通して閉めれるように蓋に穴開けてるんで、ね、これをしないといけないです。前に作ったやつと同じ位置にマーキングします。ケーブルがちゃんとスムーズに通るようにですね、穴を修正していきます。これが結構大事なんですよ。こだわる方はこの面取りをきちっとしていただくとケーブルに優しいです。水銀灯の方は日立の H300、 明かりセンターの方で見てみますと H300、 こちらも販売はしてません。定価が5082円になってますね。色の方が5800K、 結構いい色です。左の方が今回の H300、 右の方がメタルハライドランプの 300W です。構造が少し違うみたいですね。では試運転行ってみますかね。よっこらせ、 OK ですね、はい、こんな感じで。じゃあテント、あ、ついた、はい、大丈夫ですね。ついてます。一応安定するまで行ってみますかね。
大水青ブルーと言ったらいいでしょうか。素晴らしい色です。最後までご覧いただきありがとうございました。今や絶滅危惧となっている水銀とヤフオクで落として、あなたもぜひ挑戦してみてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。さようなら。